ラムも。もうワイドにしました。あ、ワイドに。海南到着。中にもシャワーあるから、で、カバンとかいらんやつはそうやってコイン置いとってもいいし、着替えとか。セミナー自体は今日が明るさとか色とかをテーマにちょっとこういう風に撮るといいよって、明日が構図とかライティングで、明後日がちょっと応用で、間だったらこういう写真撮ってみようみたいな感じを3本立てでいこうかなと思っているので、今日明日はちょっと基礎的な内容が多くなってくるとは思うんですけど、まあそれちょっと超えてし明後日ぐらいで、結構撮れるようになってくるかなと思うので、ちょっとお付き合いいただければと思います。で、自分も世界観での作り込みが次ピント合わせ、この5ステップでやってもらって、いろんな被写体毎回毎回同じ設定に戻して、この順番でやっていけば、いつの間にかだんだんそれ繰り返してるうちに、ああ大体私っていつもこれに変えてるな、大体こうやって変更してるなっていうのが分かってくるので、次はそんな感じでやっていけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。
斜めにこう入ってあげて、海シダ背景にソフトコーラルで、もっとソフトコーラルをボンって出しちゃうっていうのも一個の手かなとは思います。海の色とかのその多分カメラのことはすごい詳しいと思うので、設定の出し方とかはすごい上手だなと思うので、ただなんかもうちょっと構図かシチュエーションかなと思いました。ああいう系はまだまだ可能性があるので、あーこれ撮れたと思ってからもう一回この次上に行っちゃうんじゃなくて、あここまで待ってるじゃないですか、こっちに行っちゃうんじゃなくて、もう何回かあそこで待っててあげると気づいたら多分戻ってきてるはずなんですよっていう、ちょっと気長にいいシチュエーション見つけたら待つっていう感覚がすごい大事かもしれない。はい、というわけでベストシーズン秋の間に行ってきました。10月頭に行ったんですけど、水温気温ともに約23度で、海中は快適だったんですけど、ダイビング後の洗浄は風が強く吹くと地獄でした。なんで10月になったらドライ持ってる方は、曇りだったり風が強い日はドライの方がいいかなと思います。透明度は8から10で、この時期の間にしては別に良くもなく悪くもなくって感じらしいです。で今回セミナーに参加した理由なんですけど、最近この写真の端にストロボ光が浮遊物に反射するハレーションという現象が起きている写真を量産させてたんで、これを解決したくて参加してきました。まあ、結論はアームを横にと後ろに伸ばしてストロボの向きに気を使うといいよっていうふうに教わりました。パラッと見たので少なくとも背面ぐらいだと思ってます。もっと後ろでも全然 OK です。実際に試してみるとこんな感じで、失敗写真の量産は変わらないんですけど、それでも全体的に光を回せてハレーションのない写真が増えたのかなと思います。しげさんのセミナーも秋のソフトコーラルバイバイの間もめちゃめちゃ楽しめました。ぜひ興味がある方は行ってみてください。こんな感じで今回はおしまいです。ご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまた。